いつも寄り添ってあの昼寝とかしてたので、もみじがいなくなってからはちょっとそわそわっていうことがやっぱりあの見て取れることがありました。今はもう一頭でいつも通り過ごしてくれているので、まあ今は彼なりに動けているのかなと思っています。特に僕らからして彼にこうもっと動いてほしいとかはありえなくて、季節を日々感じてもらいながら少しでも健康で長生きに過ごしてほしいというのが僕ら飼育担当の願いです。あとは季節の美味しいフルーツとかお野菜もあるので、それをまあ美味しく食べている姿を見ることが僕らへのご褒美だと思っています。